だいぶジョーカーだなと思ってなんかすごい意識してんのかなって思ったすごい、うん、まあ、そもそもピエロっていうところがあって、はい、でしかもそのあの太ったピエロのビジュアルって完全にペニーワイズの元ネタの人にそっくりなんだよね。あのガチでいたやつね。若干踏襲してるのはあるだろうし、あとは女性が男性何人かを手玉に取って殺害してみたいな、はい、あれも多分入れ込んでると思うんだよ、オマージュとして、うん、片目から涙流すっていうシーンがあって拘置所で、はい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 、でこれもジョーカーだし左目だね、目の位置もあの目も一緒だったから、うん、で最後の終わり方よ、ジョーカー感を感じましたよ僕は。すごいあの和製版ジョーカー的なことをやりたさは堤さんあるのかなとは思ったりして、でしかもあれだもんね、真珠に対して、まあ、多少なりとも感情移入をするような作りになってるから、うん、そうでやっぱ出生のこの妙とかも含めて結構リンクする点は多いなっていう、うん、もちろんね似た作品も多いしジョーカーが特段目立ったから余計はあるけども、まあこういうジョーカーモデルみたいなものの近しい部分での基礎ベースはあるような演出の仕方はされてたね。映画としての挑戦が多いなと思って、新しい挑戦、はい、冒頭がすごいドラマ的なんだよね。冒頭のテンポ感、BGM からのオープニング、めちゃくちゃドラマチックというか、うん、あ映画かみたいなぐらいの感じを結構で徐々になんか後半は映画になってくるんだけど、うん、なんかそこのテンポ感 BGM オープニングとかの演出もそうだし、あと、まあ、新たな一人語り、うん、まあ、孤独のグルメじゃないけどさ、映画ってなんか客にこう汲み取らせるから、うん、無なんだよね音としては。だけどテレビのドラマって間を詰めるために独り言を入れたりするから、うん、そういう違いあるなと思ったけど、今回は映画でこうがっつり、うん、そこら辺すごい感じましたけどね。あーなるほどね、ドラマ感というか、うん、俺最初始まった瞬間、うん、B 級映画始まったかって思って、なんでかっていうと最初にああいうなんか意味のありそうなあんまり意味のない画像を連続で挟み込むのって B 級ホラーあるあるなんで、あるあるっていうか俺が見てるやつはそれがすごい多くって、しかも結局あの×印の意味は明言はされないじゃん、うん、その感じもあって結局あれって何だったんだみたいな演出が多いんです B 級は。なるほどね。でしかもその後その自分の心情のさ語りが入るじゃん、うん、ああ俺あれ大嫌いなんだけど、行動とかさ、もしくは誰かとの会話で見せてほしいんだよね。でもなんか本当に大事な部分はちゃんと会話とか目線とか動きで見せてたから、まあ、結局最初に解消されたんだけど、いやね、最初の方は俺ちょっとあんまりいい印象じゃなかった始まり。俺も結構違和感というか、うん、新しい時代になるかもな映画が、まあ、日テレとかも加味してだけど、そっち行くかっていうのも若干思ったりはして見てた。映画っぽくないなみたいな、でもこれがいい意味なのか悪いのかちょっとまだ分かんねえなみたいな状況では見てた。でも意外とだから逆に残念な部分としては後半はだから普通に映画だったんだよ。そうだね、なかったよね。ちょっとずつ独り言も減ってったし、うん、BGM の起伏とか見せる部分っていう部分がなくなってて王道の映画になってたから、ちょっと軸ずれな感じはあるなと思ったけど、うん、これね予想としては最近さショートとか動画とかね、まあもちろん YouTube とかもそうだったりするけど、はい、最初の2秒とか最初の10秒が大事みたいな話あるじゃないですか、うんうん、でこう離脱率を低くするっていうね、堤さんは映画でそれをやろうとしてるのかなと思う。あ最初に気を引くようなものをぶち込んで、そうだからもうもちろん観客で入ったから帰るとかはないんだけど、相当なことがないかに、うん、だからグググって心をまず引きつけないと見てもらえないっていう感覚が最近はあるから、うん、それを冒頭にやって観客がなんだこの映画ってなってから内容を見せるっていうオープニングまでの展開なのかなと。あとはその系統で付け加えると、最近はさ配信があるじゃん、アマプラとかユーネクスとか、はい、だからそこまで見越してるのかもしれないね、うん、だから戦略的に分かりやすさと求心力みたいな部分でのこの最初の決めの生き方だ、どっちかっていうと映画の美徳というよりかはマーケティング的なやり方としての映画をやってるって考えると、なんかすごい攻めてるなと思ったんで、うん、まあそういうのもあるのかっていう感じですね本当に。ずっと井の頭頃になっちゃった。結婚しようぜ俺も結婚したい、うん、なんかさめっちゃさこうパパパパみたいなのが多くて、うん、AD さんとか大変だろうなと素材やつこの主題歌がすごい、うん、20世紀少年以来の共演じゃないですか、堤さん。おお、ね、中川大使かっていう。いや怖いんだよな顔が結構序盤だったな、うん。